さあ他にあるあるある方挙手お願いします。川田さん、はい、はい、あの私と山口と山下と平岡のみちゃんと一緒にゲームした時があったんですけど、はい、私が一番先輩で、はい、3期生4期生っていう形でゲームしたんですね、はい、うん、そしたら、うん、春代が今まで聞いたことない声で、うん、なんかもうみたいな感じで、うん、なんか動揺しちゃって私本当に聞いちゃって私たちの前ではこんな姿を見たことないっていうぐらいこの二人に甘えてて、なんかそういう存在がいてよかったなってねあんま見たことない姿だったんだ。本当に見たことないです。あの、うん、結構びっくりして、はい、どういうふうに、そんななんかどういう風にやってたの？なんかハリオがなんか寝転がってリラックスした状態でもうずっとなんとかだもんみたいな、いやいやいや持ってるで押してくださいそれが事実だ。それは覚えてたもんね。え、先輩たちにはしないってことね。そうじゃないです。後輩だからのかな。はい、はい、はい。なんか逆に私が山口のお家に行ってて、うん、後から山下も来たことがあるんですけど、うん、なんか逆に春代の膝の上に山下を寝かせて、うん、なんかヘッドスパみたいのを。で、なんか山下のお顔も触りながらなんか。もちもちだねみたいな。持ってる持ってます。めっちゃ引いちゃってびっくりしました。引いちゃって聞かすなよ同期を、ね、そんな持ってるはずないじゃんパル。そんな、ね、こんな具体的なんだもん。いや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 、なんか私もお家よくお邪魔させていただくんですけど、うん、徐々にこのタンスと壁の角にちょっとずつ追いやられて、やばいやつ、やばいやつ。もう私がこうなって春代さんがそこにみっちゃんって、やばいやつ。いやこれは問題だな。これはちょっとよく、これは具体的だもん話が。いやいやいや、これはない。パル認めた方がいいよ。覚えてません。本当に本当の犯人が言うやつ。そうだね。パルおじさんなんじゃないか本当は。キャバクラ行ってんじゃないか。